どうも皆さん、新しくバーチャル YouTuber になったクロチンです。この動画は前回の続き、帰国日記パート2です。前回は PCR 検査までを動画にしたので、今回は日本までの到着を動画にしたいと思います。まずはイギリスからの出発になりますね。僕はバーミンガム空港から出発して、空港の中はもうほんと怖いほどガラガラでした。空いてた店はコンビニぐらいかな。に対して最初の飛行の人の人数は悪い意味ですごかったですね。前回も言いましたが、僕はイスタンブール経由で日本に帰国しました。で、そのイスタンブールへの飛行機はもう満員でした。ソーシャルディスタンスしてくださいって何回か機内アナウンスが出ましたけど、ふざけんな。人バリ詰め込んどいてようそれ言えるの。不可能じゃい。ああ、人多かった。コロナに感染してもおかしくなかったと思います。機内エンターテインメントとかは4、5時間のフライトだったら十分なものだった。ちなみに乗ってる間、スパイインデンジャー見ました。イスタンブール空港も似たような話でした。バーミンガムと比べると人めちゃくちゃ多かった。ちなみにイスタンブール空港のバーガーキング行ってみましたが、トルコのバーガーキングはアメリカ並みの量で食べ物が出ますので、あまり食べたくない方は台を頼まない方がいいですよ。僕は台を頼んで大きさにびっくりした。うまかったけど、量多すぎ。次は日本までの飛行ですね。この飛行機はあまり人いませんでした。っていうか飛行機ほとんどガラガラでした。トルコ航空はこの飛行から儲かってないと思います。ソーシャルディスタンスとかちゃんとできました。最初の飛行がこんなんだったらよかったのに。さあ、日本まで着く11時間の間、僕は何をしていましたか？日本に到着したらすぐに日本の水際対策の凄さが分かりましたね。厚生労働省の方が飛行機に乗って、それからずっと誰かが周りにいましたね。ソーシャルディスタンスとかちゃんと守ってるかを確かめてました。到着後はまた PCR 検査が必要でした。日本での PCR 検査は唾液を試験管みたいなやつにいっぱい出して、それだけでしたね。イギリスでやった PCR 検査より簡単でした。結果は1時間ほどしたら来ました。陰性でした。ですが、まあ、イギリスから帰国したもので、3泊政府指定のホテルに泊まらないといけなかったので、入国検査そして税関を通った後、そのホテルにすぐ行きました。それが今までの流れですね。パート3は政府指定のホテルから出て、自宅までのを動画にしたいと思います。見たい方は、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは、次の動画まで。